はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時15分を回りました。6月の30日、水曜日でございまして、まったりとした午後ですね。お昼ご飯にいつもの通り3缶、ね、ビール系飲料になりまして、まったりとしています。はい、今日はね、仕事のメール来ないし、朝から一本も電話かかってこない。世間から忘れられてそうな感じの忘れてもらっても全然いいんですけどね、入金さえあれば。昨日の夜、いつもね、ネットフリックスかアマゾンプライムかなんかで見る、何かを見てるんですけども、いつも見てるわけで、毎日見てるわけじゃないですけど、まあ2日に1回ぐらいなんか見てるんですけど、昨日なんか見ようかなと思って見たのがですね、高知戦、高知ってハイランドですね、の戦いですね、という韓流の映画がですね、見ました。2時間16分あったんですけどね。私あの韓流のドラマってね、何やったかな、愛の不時着も見ましたし、その他ちょくちょくと、なんかイタリアのマフィアになったあの人の話も第1話だけ見ましたけどね、1話、2話で見たかな、その後見てないんですけどね。実にレベルが高い。いやレベル高いわと思ってびっくりします。本当にびっくりしますね。なんというかね、本当によくできてるんですけど、で昨日高知戦というのを見て、これは1950年から53年に戦われた、彼らが言うところで625戦争ですね、6月25日に始まった38度線を越えてですね、キム・イルソンという北のおっさんがですね、こう消しかけたというか、もう主導して始まった戦いです。でそれがですね、大体翌年、最初はね、わーっと38度線向こうから来られたんで、ドドドドッとこう南側が崩れるわけですね。今の大韓民国、レハ民国の連中が崩れて、釜山まで押されていって、もう追い落とされるというところに、イルチョンにですね、マッカーサーが国連軍を率いて、国連軍ってアメリカ軍ですけど、上陸作戦を敢行して押し戻して。で、今の中朝国境あたりまで行ったと思ったら、中国軍が介入してですね、で押し戻されて、もう一回ソウルまで取られてと、でそれを押し戻してというので、大体ですね、それで1年なんですよ。そのこう2回ローラーをギッ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 と、最初ゴーッと来られて、ガーッと押し戻して、ガーッと来られて、ちょっとだけ押し戻して、今の軍事境界線あたりで2年半の間膠着します。その間ね、要はね、お互いね、そのどういうのか、どっちが優勢とも言えなくなるわけですね。でマッカーサーがですね、当時日本を占領していました、マッカーサーが国連軍の司令官をやってたんですけど、こんなめんどくさいからが、アトミックボーン使おうぜって言ったわけですね。でこれで10個ぐらい落としたら大丈夫やって、いける勝てるとかね。それで、当時アメリカの大統領でありましたトルーマンという人なんですけど、広島と長崎に原爆を落とせって言うたおっさんですけど、トルーマンがそれはあかんって言って、やったらよかったと思うんですけどね、なんで広島と長崎はよくてね、中国はあかんねんと思いますけど、まあ結局それで対立をしまして、マッカーサーが日本を去ります。その後膠着状態がずっと続きまして、結局1953年、のあれは何ですかね、冬に入る前ですかねに停戦になるんですけども、その前の数ヶ月間を描いたのがこの高知戦という韓流の映画でして、これ2011年の作品だそうで、いくつかの映画賞を取ってるようですね。で私は字幕で見ました。なかなかね、ハングルの語感がね、愛の不時着の時からあるんですけど、語感がなんかこう気持ちいいんですよね。この言葉喋りたいなっていう感じはするんですけど、
あの、納得っていう言い方が、まあ、日本語と似てるんでしょうね、あれね。なかなか、あの、ああ、これ、もしかしてこれ、ちょっと勉強したら喋れるんちゃうのっていう感じがしますね。まあ、それはいいんですけど、いや、いい映画でしたよ。どう言いましょうね、その、こう、取ったり取られたり、東部戦線といいます、まあ。あの半島のこう右側、我々から見ると右側ですね。右側っていうのはほとんど山なんですよ。あの半島の右側は山でこう うねっているわけですね。そういうところっていうのは取ったり取られたりっていうのはほとんどその歩兵戦になるわけですね。要は戦車が使えないというところでして、わーっと攻勢かけてですね、その攻めてたら取れて、でもだらっとしてるうちにわーっとまた取られてということを30回とか言ってましたけど、ほんまかいなと思いましたけど、取ったり取られたりしてる間の人間模様を描いているんですけども、1953年に停戦します。でそれ以来停戦というか、まあ休戦ですね。それ以来今に至るまでその休戦状態、つまり公式には戦時下なんですけども、まあ要は戦いはしないという状態になります。それが1953年というのはね、何年前かで言いますと68年前なんですよ。68年前です。だからその当時戦っていた人は今ほとんど生きていないんですね。ほとんど生きていないわけです。で、あの朝鮮戦争と呼ばれる戦いがあったんですけども、さっき言いました通りローラーが2回通ってます。でその間アメリカ軍を主体とした国連軍がですね、敵方に向けて、まあ、爆撃を空爆を繰り返した、日本に落とした爆弾の2倍か3倍か落としたと言われてます北側に。で、あの朝鮮半島の両側、南北両側での死者数は正確な数字は分からないんですけど200万人と言われています。200万人です。ちなみに日本がですね、第二次世界大戦ですね、1941年12月8日日本時間ですけども、パールハーバー真珠湾攻撃から始まった戦いで、日本人がたくさん死に亡くなりましたけど、その数の総計が大体200万人となります。まあ諸種数字があってですね、まあ300万人とか400万人という説もあるんですけど、まあまあ200万人。で朝鮮半島で1950年から53年まで戦われたあの戦争での死者が200万人。人口比で言いますと、今日本と韓国の人口比で大体2倍ちょっとですね、北側まで入れるとほぼ2倍、日本が2倍弱ですね。で当時日本、今の日本の領土内にいた日本人というのはですね、まあ8000万人ぐらいだと言われています。で当1950年当時南北両朝鮮にいらっしゃった方々が、まあ、おそらく3000万人ぐらいではないかなと思います。正確な統計がございません。人口比にするとね、すごい数がなくなってるんですよ、あの戦いで。ところがですね、今私もずっとウォッチャーを辞任してますけども、メディアに出てくるね、私が読める、日本語で読めるようなニュースや記事や何やかんやでですね、あの戦争、625戦争と言ってるあの戦争を扱った記事ってほとんどないです。この最近記念日がありましたから、そこでねチョロチョロと記事が出てきますけど、あんなに悲惨なね、人口のこう1割弱が命を落とす、怪我したらもっと多いでしょ、もう3倍4倍いるわけだって、親族、自分の親兄弟で亡くなった人がいない人はいないんじゃないかっていうぐらいの悲惨な出来事があったんですけども、それはふっとも記憶から飛ばしてですね、さらにその5年以上前ですね、その戦いが終わっ
った彼でいいや8年以上前ですねのおやれ徴用工や慰安婦やということをキャン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 、その感覚は不思議で仕方ない。まあ確かにね、状態は違うというか事象は違うんですけども、でも どっちで大きな被害を受けたって言ったら、あの625の戦いなんですよ。の方がむちゃくちゃ被害を受けていて、国中焼け野原にされているにもかかわらず、その話はほぼ出ないですね。なんでやろうねと思うんですね。その感覚こそがですね、不思議。でもあんなに家を作れるんで、高知線というね、あの不毛なね、2年半は膠着状態だったんですけど、その間の話をずっと書いて、その間というか最後その3ヶ月ぐらいの話を書いてたんですけど、アメリカにはマッシュという映画があります。テレビ映画シリーズでもあります。2年半の膠着状態のところの野戦病院での話をですね、ずーっと。あれはギネスブックに載ったぐらいの長いテレビシリーズになりました。で、アメリカ人は、マッシュがもう終わってからはね、ほぼ忘れてるんですけど、当事者であるお隣さんがなぜ忘れてるのか、私はちょっと不思議でしょうがないですけどね。歴史を正しく見つめようと言って彼ら言うてますけど、正しく見つめてえなっていう、あの歴史をねもっと振り返るべきやなと。なぜああなって、なんでそのああいう終わり方をしたのか、それで今が何なのかと、リアルという現実というものをですねもっと見るべきやなと思いながら、昨日でもこんなにいい映画を撮れるんやとという思いもいたしながら見させていただきました。皆さんもぜひね、私はアマゾンプライムで見ました。アマゾンプライムを契約していれば、追加なしで見られるカテゴリーに入っていたと思います。高知戦、高い地の戦いで、英語で言いますとハイランドバトルですか。よう分かりませんけど、韓流の映画でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。